こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は夏にぴったりな野菜、きゅうりの美味しい食べ方を紹介します。きゅうりの中華漬けを作ります。用意する材料はきゅうり1本、お醤油 10cc、 お砂糖 5g、 お酢少々、ごま油少々、お好みで鷹の爪などを用意してください。ではきゅうりを切っていきます。もう大きさはどんな感じでもいいです。食べやすい感じに切ってください。お湯を用意して沸騰させます。お砂糖とお醤油、お酢とごま油を、もう本当に少しでいいです。もうほんと 3cc ぐらいで、お好みで鷹の爪も入れてください。それでよく混ぜておきます。でお湯が沸きましたので、この中にきゅうりを入れます。もう一回ちょっと沸騰してきたらすごいある感じで、このぐらいで揚げます。この揚げたきゅうりを先ほど作っておいたタレに混ぜてしまいます。でよく和えて、でこのまんま冷蔵庫に入れて一晩冷やすんですけども、タレが少し少ないのでたまにかき混ぜた方がいいと思います。で一旦ここで冷やしていきます。きゅうりのたたきを作ります。用意する材料はきゅうり1本、お醤油小さじ1杯、ごま油大さじ1杯、ごま大さじ半分、唐辛子をお好みで用意してください。ではきゅうりの端っこをまずちょっとカットしまして、これを麺棒で叩きます。で、ある程度ちょっと簡単に叩きましたら、食べやすい大きさにカットします。ボウルを用意しまして、先ほど用意したお醤油とごま油とごまですね。唐辛子はもうお好みで、小さい子がいらっしゃる場合は入れなくてもいいと思います。でここに先ほど作ったきゅうりを入れまして、これよーく和えるだけで出来上がりです。きゅうりのキムチ和えを作ります。用意する材料はきゅうり1本、ツナ缶1個、キムチはお好みでご用意してください。ごま油大さじ1杯、鶏ガラスープはお好みです。ではきゅうりを切っていきますが、今回はハサミで切っていきます。包丁を使いたくない時などにハサミを使うと便利ですね。でここにまずはシーチキンを1貫加えます。キムチはお好みなので、その時の気分で変えていただいていいと思います。ごま油と、結構キムチで味がつくので鶏ガラスープの素もちょっと味を見ながら加えるぐらいでいいです。でこのこれらを和えていくだけで出来上がりです。キムチとツナが入ってるのできゅうりなんですけども、ご飯にもすごくよく合うおかずになります。きゅうりのナムルを作ります。
用意する材料はきゅうり1本、ごま油大さじ1杯、鶏ガラスープ小さじ1杯と半分、にんにくチューブはお好みです。白ごまもお好みで入れてください。では今度のきゅうりは、お塩を振って転がします。ちょっとこうまな板の上でなじむぐらいまでコロコロと転がします。では一旦洗っていきます。それではきゅうりを斜めに薄切りします。これをちょっと太めに千切りしていきます。用意した調味料を混ぜていきます。ニンニクはお好みで少なくてもいいです。でこの中に先ほど千切りしたきゅうりを入れまして、ここで和えていきます。これで出来上がりです。きゅうりの冷製スープを作ります。用意する材料はきゅうりを1本、コンソメキューブタイプを1個、にんにくチューブ少し、牛乳 100cc、 お塩とオリーブオイル、パセリはお好みです。まず最初にコンソメキューブ1個を大さじ3杯のお湯に入れて、先にちょっと溶かしておきます。おろし金できゅうりをおろしていきます。ミキサーがあるときはミキサーを使ってください。でここに最初に作っておいた濃いめのコンソメスープを入れます。でここに牛乳を 100cc、 ちょっと味を調整しながらお塩を少し入れます。にんにくはお好みなのでもうちょっとでもいいです。よくかき混ぜます。でこれから器に盛っていきたいと思います。で出来上がったスープを器に盛ります。最後にオリーブオイルをお好みで垂らしてください。セリもあれば。こちらで出来上がりです。できました。食べてください。はい。なんか美味しいお料理がいっぱいできてます。今私このソープカービング、石鹸にバラを掘ってたんですけど、これ掘ってる間にいい匂いがしてて出来上がってました。早速試食をしてみたいと思います。まずこれが、きゅうりの中華漬けです。きゅうりの中華漬け。はい。さあお味はどうでしょう。お味の方が、あ、ごま油の香りがプンとする。はい、うん、中華って感じ。中華漬けの感じですかね。美味しい。で次がこれはきゅうりのたたきです。きゅうりのたたき、あ、はい、どんどんなんか音が言ってたやつそうですね、きゅうりをちょっと叩いてました。音がね、すごい音がしてました叩いたの、きゅうりを叩いて、そう、味が染みやすくなるので叩くと。どうでしょうか。これも美味しい。さっきのとちょっと違う。そうですね、味付けを変えまして、ちょっと見た感じは似てますが、いや見た目はよく似てたけど味が全然違う。良かったです。で次がこれ、今度はきゅうりのナムルです。ナムル、韓国風にしてみました。なんか韓国風な味、はい、
韓国風、どんなだろう。うん、うん、おいしい。これもやし入れたらもっと美味しいかもしれない。そうそう、本当はそう、もやし入れてきゅうりともやしでするとより量もいっぱいになるので、うん、同じだけど違うよで次がちょっとなんか赤っぽい、はい、キムチ和えを作りました。キムチ和え、はい、キムチ、これキムチとシーチキンも入ってます。シーチキンがちょっとあったので、材、うん、あれが材料がちょっと入れてみました。シーチキンとキムチ、これはちょっとご飯に合う系で作りました。ご飯に合う系、うん、ご飯に合う系あのシーチキンが買ってる、うん、微妙な味、シーチキンが買ってるような気がする。そうですね、ちょっとシーチキンが多かったかも、うん、でもまろやかで辛くない、うん、美味しいよ。これも全部見た目はよく似てるけど全然違う、はい、味が違う。で次がこれ、最後はちょっと洋風にスープ、はい、きゅうりのスープ、冷製スープを作りまして、火を一切使ってないです。なんか油が浮いてる、まあ、ちょっとおしゃれにオリーブオイルを、オリーブオイル、オリーブオイル、はい、あ、なんかきゅうりの和洋中と和洋中洋で、これミルクは牛乳とコンソメを入れてます。牛乳とコンソメ、初めて食べるきゅうりのきゅうりのスープ、あっさりしてるね。どれも熱を、あ、一つだけちょっとお湯は使ったんですけど、基本的にはもう熱を使わずに簡単にできるように、うん、美味しい。そう、な、夏にね、ぴったり、はい、しかもミキサーがないので、え、ミキサーがない なんで作ったのこれ。すりおろし、大根をすりおろすみたいにすりおろしてみたので、ちょっと食感も残るように、うん、食感はすごい残ってる、はい、わざとちょっと、あ、このまばらなのはわざと、わざと、これわざとです、はい、ちょっと食感楽しみつつ、うん、美味しいこれ。でコンソメを入れたので和風になったんで、あ、和風じゃない、洋風です。あ、味がね、はい、洋風になったかなと、うん、一応キュウリは体内の余分な熱を冷ます効果があるということなので、じゃあ熱中症とかにもいいね。そうですね、暑い日の夜ご飯に食べると、うん、その日の熱を、はい、発散して、はい、キュウリで体を冷やしてぐっすり眠るといいっていうことよね。そうですね、で眠る前に多分あの癒しのためにもこのソープカービングの動画もぜひ見てください。今からあの動画編集しますので今日はあのきゅうりをたくさん、これ何本使ったの全部で。これで5本です。5本1本ずつ使います。あ、1本ずつ、はい、結構いいおかずになるよね。味が違うからね、うん、まあとても美味しかったですいかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。